エイペックスツインよりお送りしています。フットボールをするのも見るのも大好きな皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんをお迎えしています。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ウェールズ対アメリカ、これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはウェールズ、ギルス、グローブ、スキン、サフェース、ジョンドン、ロニウソン、バーナーズ、レイ、メルフィ、ポーラン、ブロムリー。続いてアメリカ、メノロ、レジフ、フレイザー、ホーフ、ジョーンス、ヘズク、ディーミング、ルイツ、ハーネス、キドムスキ、マクブライト。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがウェールズ、反対に右から左へ攻めるのがアメリカ。カットできるのか、後ろに戻します。類いまれなキープ力、この選手のボディバランスはいいですね。ギルス、ヒロムスキ、ヘイリ、ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。ヘッドでつないでマクブライト、ポーラン。10分過ぎました。いっけいって、ドリブル、マクブライト、シュート。ボールが宙をさまよう。ポーラン、飛び出しが早かったか。いや、タイミングはいいですよ。頭でつないで、フレイツ、落ち着いて対処します。おっと、足がかかった。ジョンドン、これはイエローカードを取られました。ヘズク、ディーミング、アーム、ギルス、ブローク、これは危ない、ニアサイド、ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。マクブライト、ブローク、ギルス、シュッ、ゴール。
度見てみましょう。ギルス、この選手は視野が非常に広いですね。オフサイドにはならなかった。折り返し、ここでシュート。これは惜しい。スキンド、フットボールの女神、彼の足に宿っているかのごとく。ジョーンズ、ブローク、ギルス、ここはキーパーがキャッチ。ブローク、ホーフ、ボールを外に出します。マーマーズ、アーサイドに上げた。スタンド狙ってんのか。マクブライト、ドリブル、放り込んできた。ボールが宙をさまよう。さあここからどう攻める。ジョンロン、ポストに弾かれた。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0、ウェールズ1点リードしています。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合どうご覧になりましたか。そうですね、サイド攻撃にもっと意識を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦ゆっくりじっくり参りましょう。後半戦キックオフ。さあどちらがボールを支配するのか。ヘズク、マクブライト、シュート、なんてアートな USA、 同点のゴールを挙げました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。この選手は動き出しが非常に速いですね。コーナーキックを得ました。ああ、
これは拍子抜けするようなプレー。さあチャンス到来。ハイボールを競り合う。ジョンドン、危険なタックル。マーナーズ、さあここからどう攻める。折り返した。レジック、まるでボールを持った仮面で倒壊。これはちょっと危険なプレーでした。キドムスキ。さて長谷川さん、はい、このフリーキックはどうご覧になりますか。誰かに合わせてくるかもしれませんね。直接狙った。しかしバーを越えました。これはミスキックですね。ここからどう攻める。誰に合わせるのか。アーナス、マクブライト、中に絞ってきた。戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。ゴール！スーパービューティフォーゴール！素晴らしいゴールです。ウェールズ！再び試合の主導権を握ります。さあ、もう一度見てみましょう。グローク。この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。勝者の哲学を感じさせるプレーですね。選手交代が行われるのでしょうか。フレイザー、あと10分です。ディーミング、ジョンロン、ホーフ、という呪詛を解き放つようなドリブル。コーナーです。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあチャンス到来。サフェース激しい攻防、ルイッツ、キラッパスになるか。ルイッツ、さあここからどう攻める。中へ上げた。いっけいっけドリブル。スローインです。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。ウェールズ粘り勝ちです。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。